はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビシです。今回はファミスタクライマックス続きをプレイしていきたいと思います。ベイスターズの3連戦ですね。ベイスターズは確か開幕戦でぶつかってるはずなんですが、まあその時全くと言っていいほど活躍できなかったので3連敗したんじゃなかったかな。うん、2勝1敗ですね。ベイスターズに対しては2勝1敗だ。勝ち越してるんだな。じゃあこの調子で、ベイスターズ戦挑んでいきましょう。ファミスタクライマックスのもようやく少しは操作方法に慣れてきたのでとか言ってるとね、ミスをしがちなんですが、スターティング、オーダーはご覧の通り変わらずですね、荻野、荒木、岡島、堂上まではかなり自信の打線です。でその後中井、吉川、山本が少しね、もう少しパンチが欲しいかなというところなんですが、今日の先発は菊池ですね。菊池雄星。じゃあこれでいきましょう。なのでできればファミダスポイントを貯めて、5番を打てるバッターを獲得していきたいなというところですよね。さあ2球で追い込んだので、だあ。これよくやられるんだよね。もうちょっとあれかな、そのきっちり走者を追い込んでからやるべきだったかな。さあいきなり先制点を挙げられる場面になっちゃいましたね。なおノーアウトランナー二塁でバッターは関根ですね。セカンドゴロに打ち取って4番ゴメス、うん違う、後藤、ゴメス後藤隆、これを打ち、パワーが B か、 B あるってなると下手したら持ってかれる可能性があるんで、ここはしっかり打ち取りましょう。見逃し三振で2アウトまで来た。なんとか最少失点でね終えたいところだですけどね、ここは3ベースになるな。タイムリー3ベース。で松本慶次郎を打席に迎えて2アウトランナーが3塁ですが、1塁ゴロに打ち取って、これでまあなんとか2点でしのげましたね。そしたらこちらはホームラン、ランニングホームラン2本を過去打っている荻野。どうだ、足が速いけどさすがにこれは無理かな。当たりが過ぎましたね。ベイスターズのピッチャー三島、これはポテンヒットになるね。で3番4番のまあパワーが C あるバッター陣を迎えますね。これは抜けるでしょう。頭を3、荒木は帰ってこれないかな。さあ4番堂上、ここはもう強振でいきましょう。まだねその荻野の2本のランニングホームランはあるものの、スタンドに入る本当のホームランっていうのがまだ1本もないんでね、しっかりねそういうのも打っていきたいんですが、堂上の当たりはちょっと残念な感じになっちゃいましたね。初めから犠牲フライ狙いでいけばよかったんですが、まあランナーが飛び出ていた分戻ってこれずというところでしたが、まあ中井がきっちり返してくれたのでよしとしましょう。2対2同点に追いついて菊池の守備じゃない、ピッチングですけど、ちょっとやっぱりな守備が慣れてきたとか言いつつ
しょうもない守備をしちゃいますね。ノーアウトランナーが二塁一塁。これは取れるね。よっしゃー、空振り三振。まあ、やっぱ三振にするのがね、守備の不安が全くないので、もちろん一番いいですからね。これはセンター落下点。荻野は足が速いんで安心感ありますね。これはセカンドフライで、8番の小林。まあ、ここは強振は使わずにいって、3回の表の攻撃に全てを心血を注ぐっていうのがいいかな。菊池のところはバントだ。グーファールチップからのダブルプレーですね。さあ菊池、3回のピッチングです。振ってくれないか。よし、一球で仕留められるとだいぶ違いますよね。ここはただ柴田にツーベースを打たれてしまいました。あ、かなり大きい当たりだけど、 OK、 ナイスプレイ。さあこの回に点取りましょう。まずは荻野、曲げてきました。最初は初球は空振り。お、しかもセンターが後逸するっていうね、なんか僕みたいなプレーしてますけど、これで荻野がツーベース。二塁まで荻野が行けば、もう荻野はね、再三言ってるように足が速いので、しかも進塁打になるぞ。よし、そしたら今度こそ犠牲フライ狙いでいきましょう。よし、勝ち越しですね。あ、裏の攻撃だったんだ。 OKOK、 さよなら勝ち。ま、あそこまでお膳立てができれば、岡島の打力があれば犠牲フライなんてことはないでしょう。さあミッション発動でワギャン、すげえ顔してるな。今日の試合奪三振を4個以上でミッションクリア。これピッチャーが誰かによるな。今村だったらいけちゃう気がしますけど。高木か、今村はへばってるな。うん、まあしょうがない。しょうがないっていうとね、ちょっと失礼ですけどね。なんで今村がいいかっていうと、まあ再三このチャンネルの方では話してますが、なんといってもフォークボール、これがねもう殿下の宝刀なんですよね。これは切れてきます。さあ追い込んだので、じゃあ三振狙っていきましょう。でゃ、ここで走ってくる。うん、足が速いね。一塁に投げちゃいましたけど、これは切れてくれ。よっしゃ、危ない危ない。 OK、 まず一つ目三振ですね。うん、今のもいいボールでした。
これ振ってくれるとね、だいぶ楽になるんですよね。もう振ってくれるね。フォークボールではないですけど、フォークボールみたいな落ちるボール。なんかちょっと連打をしてると良くないな。今、二塁の荒波が走るのが見えたんで、一塁に投げるために A ボタンと十字キーの一塁方向を連打してたんですけど、この多分連打のタイミングが合わないと、一塁に投げちゃうんですね。A ボタンと同時に押さないときっと投げちゃう感じかな。まあ、結果、0点で抑えたんでいいでしょう。一番荻野はサードフライ。荻野が出るともう得点確率が非常に高くなるんですけどね。荒木はショートゴロ。まあ、際どいタイミングですが、まあ、アウトですね。で、前回の試合、サヨナラ、犠牲フライを放っている岡島は、同じくショートゴロ。では、2回の表、高木のピッチングです。OK。これで2球で追い込んだので、そしたら、フォークボールで空振りを取りに行きましょう。振ってくれないな。セカンドゴロに打ち取って、ワンアウト。ここでスタミナがちょうど半分になってるな。よし、これで三振。よし、荻野が抑えてスリーアウト。この回は無難に来ましたね。で、三振を3つ取ってるので、あと1個三振取りましょう。4つ取れば確かミッションクリアだったと思うので、よし、これはセカンドの頭を越えてツーベース。中井、ここのところいいですね。前回もね、ツーベース、タイムリーツーベース打ちましたし、今日もツーベース。で、バッター、吉川大輝。打ち上げた。けど、落ちるな。よし。で、山本ですね。これはゲッツーになるぞー。ホーム突入を選択したけど、ホーム突入してなかったら逆に、どうなんだろう。なんかゲッツーにされててもおかしくないような当たりでしたけどね。いいボールだ。これは、レフトが落下点ですね。さあ、もう一本なんとか。もう一個かな。三振が欲しいですね。ミッションクリアのために。で、平健太郎のところ、ピッチャーのところで、エリアンが代打で出てきましたが、これをレフトフライ。さあ、どうしよう。よし、ファールか。危ない、危ない。これでね、普通に打ち取っちゃうと、変な話、ミッションがクリアできない状態になるんですが、ミッションクリアできませんでしたね。あと、ま、延長戦のパターンかな。ピッチャー高木隼人のところには代打を送っていきますんで、まあ、代打誰にするかな。今だと、まあ、立岡、江越、天谷、脇谷ですが、まあ、ここは天谷にしましょう。天谷が出てくれると、さよなら2試合連続見えてくるけどな。落ちるね。よし。で、ここで、まあ、うちのチームの顔と言っていいでしょう、荻野。これは切れてきます。だあ、危ない。戻れた。荻野はサード強襲ライナー。
これはなんか変な感じで抜けてくれた。なんなんだ今のプレーは。まあ、結果オーライだな。荒木がセンター前というか、ショートがセンターまで行ったというか。よし、さよならだな。岡島が2試合連続さよなら打点を挙げてくれましたね。まあ、前回はさよなら犠打、犠牲フライでしたけど、今回はちゃんとヒットで返してくれましたね。荒木もだいぶもう少しで経験値がいくかな。 MVP は岡島ね。よしよし、まあ、さすがにさよならヒット打ってるからね、ここは MVP でしょ。まあ、奪三振4つはちょっと難しかったかな。悪いお知らせです。最近チームの守備陣が不調のようです。まあね、これは僕のせいではあるんですけどね。さあ、ベイスターズとの3連戦、ここまで2試合連続サヨナラできてるんで、最後もサクッと勝ちたいけどな。ピッチャーが杉内なのか、おそらく先発は杉内ですね。ただでさえ守備がダメダメなのに、さらに守備が落ちてるって言われている以上は、よりいつも以上に守備に慎重にならざるを得ないな。2球で追い込んで、最後はスライダー、決め球のスライダーですね。これで見逃し三振。ここは見られたか。よし、関根をサードに打ち取って、1回の表立ち上がりは無難に0点で終えましたね。荻野はどうだ。よしと思ったけど、連打が過ぎたな。連打しすぎて2塁まで走るっていう。荒木の当たりはいい当たりでしたが、サードライナー。ここのところ好調の岡島はファインプレーだな。松本のファインプレーの前にジャイアンツの方も0点ですね。なんか今の後藤のピッチングとか、そのスイングとか見てると怖いな。やっぱパワー B あるって。これは大きな当たりだな。ノーアウトランナー二塁、まあホームランにならなかっただけよしって感じなのかな。ここも強振してきますね。よし、空振り三振。このボールをね、今の落ちるボールを振ってくれるとだいぶ楽になるんですが、田中をショートゴロに打ち取って、この回も0点。まあ、今日はいい感じの投手戦になりそうな感じだな。まあ、それも全て僕次第というところにはなるんですけどね。初球どの上がライト前ヒット、これでノーアウトランナー一塁で中井だな。中井がきっちりつないでくれればこの回に点が取れるかな。これは落ちるボール。ここはセカンドライナー。高崎健太郎防御率0点台だな。じゃあゲッツーだな。
3回の表ベイスターズはキャッチャーの高木ショートから、これはレフト落下点。まあさすがに守備がだれてるとはいえ、今のボールで落球はないでしょう。で高崎、ピッチャー高崎健太郎のところにエイリアンが代打で出てきてます。このまま行けば3回の裏にサヨナラの可能性が残るな。3試合連続劇的サヨナラ。では山本のところに代打を送っていきましょう。ただショートを守れるのが誰もいないか、遠藤と脇屋。ショートを守れるのが遠藤か、遠藤だったら山本の方がいいからこのままにするか。熊原は速球152キロ持ってますね。これは抜けないね。これ初の延長戦か。小林誠司、おお、今のはフェアか。OKOK。そしたら杉内のところに代打を送っていきましょう。で、まあ今日調子のいい江越を送っていきます。一塁際どいアウトか。でここでチームの顔とも言える荻野。切れてきますね。大飛球ですけど、そろそろなんかボール落とされそうで怖いな。だあ、さあ延長に入ります。初めてじゃないかな延長は。そしたらリリーフ誰送っていくかですが、武藤送っていきましょう。西村はねちょっと出せないんで、勝ち試合だったら西村フォーク連投で抑えにかかるんですけどね、ちょっとまだその局面じゃないので。だー、抜かれたか。今みたいな守備の時って一塁に守備が映ってるのか二塁に守備が映ってるのかっていうかね、ちょっとわからないんですよね。そうなると今みたいなちょっと情けないプレーが。だー、一塁入られたか。今のは送球がまずかったのかな。フィルダースチョイス、二塁はセーフ。守備の乱れだな。ここはファールボール。ゲッツーに打ち取って、まあ1点取られましたけどね。この回1点取りに行きましょう。2番の荒木からですから、まあ荒木が出てくれれば一気に相手チームにプレッシャーがかけられますけど、ここはキャッチャーフライ。3番岡島、打率は4割超え。ピッチャーは砂田。今のはスライダーですね、決め球。今のは緩いボール、今の狙っていけばよかったかな。きっちりヒッティングしましたが、ファーストライナーでツーアウト。追い込まれてきましたね。で4番堂上、これは抜ける。よし、二塁打にはなるでしょう。足が遅い。いやー惜しかったな。砂田にセーブを挙げられちゃいましたか。まあ3連勝とはいかなかったですけどね、まあ、ここまでただ好調に来てたので、まあ、よしとしましょう。
はい、というわけで今回はですね、ベイスターズの3連戦をお届けさせていただきました。で、キャンプ始まりましたので、ちょっとキャンプまで、プレイの方はさせていただきましょう。デッキとかについては特に見直す必要はないかなと思いますので、このままのデッキでいって、どちらかというとやっぱファーミナスポイントを、獲得しておく。で、ファミダスを引くのか、それともショップを待つかっていうのがね、ちょっとね、悩ましいところなんですけどね。そうなると、ステージ A で、ステージ SP がついてるんで、そうすると、ステージ A のファミダスポイントに行きましょう。ファミダスを5枚ぐらい引くか、それともショップに行くのに備えて貯めておくか。ちょっと悩ましいですよね。やっぱね、クリーンアップを打てるぐらいの、打者を。ああ、しまった。経験値プラスの方に行っちゃった。にすると、ここはイベントに止まるか。やっぱファミダスポイントが1万ポイントぐらいは欲しいんですよね。中井の経験値がアップしましたね。現状5番打ってくれてますからね。556か。またイベントマスだったらカードゲットのがいいので、6マスの縦岡を使っていきましょう。選手カード。若月ケンヤ。オリックスの選手か。今だとな。いや、全員5か。ここは FP をもらっていきましょう。小林誠司が正捕手。しかも不動のポジにいるんで、なかなかキャッチャーはね、出番がないかなとは思うんですが。また5？しかも全員スキルが次に使用するカードのデメがプラス2になる。全員。ちょっと考えもんだよな、これ。ゴールしちゃったし。これは、そしたら、もう悪いマスはないので、カードを引いていきましょう。で、結局同じっていうね。で、戦士カードを手に入れましたね。塚田。あとは、熊原。さっき対戦しましたね、熊原。あとは、大石。はい。というわけで、今回ね、延長戦までもつれましたが、2勝1敗ということで、ベスターズ戦を終えました。いかがでしたでしょうか。次回はこの続きですね、カープ戦プレイをしていきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。